ニューギニア航空2900便離陸失敗事故は2013年10月19日に発生した航空事故である。マダン空港発タブビル空港行きだったニューギニア航空2900便がマダン空港からの離陸に失敗し滑走路を逸脱した。乗員3人中1人が軽傷を負った。2007年9月に撮影された 自己機自己機の ATR42 から320回は製造番号087として製造され、1988年3月に初飛行を行っていた。同年5月にフィッシング航空に納入された。1993年10月に製造元の ATR の保有機材となり、複数の航空会社にリースされた。2001年4月、ファーンエアスイスが購入し、 貨物機への改修工事を行った。その後、2013年7月より、ファーンエアスイスが、ニューギニア航空エリースを行い、機体記号も P にプキシーに変更された。機長は37歳のスペイン人男性だった。7110時間の飛行経験があり、うち3433時間が同経気によるものだった。副操縦士は33歳のスペイン人男性だった。 3,020時間の飛行経験があり、うちに1 4 2 0時間が同経験によるものだった。セーフティーパイロットは53歳のオーストラリア人、男性だった。総飛行時間は13,214時間であった。タブビル空港への侵入をガイドするため、2,900便に搭乗していた。事故当時、機長が操縦士、副操縦士は景器をモニターしていた。事故機は当日、 ポートモレスビーからマダン空港まで PX2100 便として運航された。滑走路への走行中、アンチスキットの警告灯が作動した。パイロットは機体を停止させチェックリストを実行した。その結果、アンチスキットが作動しない状態でもマダン空港へ着陸できることを確認した。現地時間6時16分、2100便は離陸し、 マダン空港へ向かった。機体にはマダン空港で降ろされる8 6 0ラムの貨物が積載されていた。マダン空港への飛行は正常で7時32分に着陸した。マダン空港の滑走路、下方中央に移るのが自己気マダン空港でポートモレスビーからの積み荷が降ろされ、代わりにタブビルとポートモレスビーで降ろされる荷物を積載した。 9時15分、パイロットは滑走路25へのタキシングを開始した。その後2900便は滑走を開始し、離陸速度の102ノットまで加速した。パイロットは操縦桿を引いたが、機体は上昇しなかった。2秒後に離陸は中止され、逆水力装置とブレーキを使用したが、滑走路内で停止できなかった。右翼が外周フェンスに衝突し、 機体は45度の角度で草の生い茂る池に水没した。衝撃により右翼側で火災が発生し、パイロットは頭上の非常脱出口から避難した。パプアニューギニア航空事故調査委員会が調査を行った。調査により事故機は化石災状態であったことが判明した。ATR42 階は前方から貨物区画がアルファベットで割り振られており、 A 階までの6つの区画に分けられていた。2900便には340カートンのタバコが積み込まれており、事故当日に記載された積載表では A には 350kg、BD まで各 800kg、E に 600kg、F に 360kg 積むことになっていた。この積載表を作成した積み込み担当者は、 実際の重量を測定せず各カートンを1 2ラムと見て計算しており、貨物の総重量を3 7 1 0ラムとしていた。しかし、実際に積載した3名柄のカートンあたり重量は、それぞれ1 2 1 4ラム、1 2 4 4ラム、1 3 1 6ラムで、あり機体は想定よりも重くなった。実際の積載重量は、 調査開始前に貨物の大半が住民により持ち帰られたため不明だが前期のカートンあたり重量より 4303kg であったと推定される。これは担当者の計算値よりも 593kg 多い。また、積載を補助したタバコメーカー社員が A 区画に積載したタバコの核銘柄カートン数を記憶しており、これに基づき A 区画の積載状況を 再現したところ1 1 3 6ラムとなった。これは、積載表記最値である3 5 0ラムを7 8 6ラム上回っており、さらに同区画の最大許容重量である1 0 0 0ラムを1 3 6キログラム上回っていた。以上のように想定より、過大な積載をしたため、機体の総重量は、 最大で陸重量である 16,900kg よりも 343kg、重い 17,243kg となった。重心も安全範囲内に収まっていなかった。調査委員会は、ニューギニア航空が行っていた ATR42-72 型機に対する積載手順や管理監督が不適切であり、また正確な貨物重量が知らされなかったことが、 事故の要因になった可能性が高いと結論付けた。その他の要因として、マダン空港の消防設備が ATR42 や、それ以上の機体の消火ができるだけのものでなかったことや、滑走道端の安全区域が ICAO Annex 14の規格を満たしていなかったことを挙げた。ありがとうございます。